長野県に大雨の特別警報を発表しました。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベル5に当たる情報で、最大級の警戒が必要です。自治体が発表する避難指示や勧告に従い、直ちに避難をしてください。数十年に一度しかないような災害が差し迫っています。最大級の警戒が必要です。周囲の状況を確認し、直ちに安全を確保してください。静岡県と神奈川県、東京都、埼玉県、群馬県、山梨県、長野県では数十年に一度のこれまで経験したことのないような大雨となっていて、土砂崩れや浸水などによる重大な災害がすでに発生している可能性が極めて高い地域があります。気象庁は周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合には近くの頑丈な建物に移動したり、外に出るのがすでに危険な場合は建物の2階以上で崖や斜面と反対側の部屋に移動したりするなど、少しでも命が助かる可能性が高い行動を取るよう呼びかけています。